当にガチガチのすっぴんなんで、ちょっと待ってください。マジで待ってください。本当のすっぴんです。これが本当のすっぴんです。よくないです。ちょっと待ってください。眉毛だけ描きたいっていう、眉毛だけ描きたいっていう気持ちです。はい、あとリップも塗ります。あとほっぺた叩きます。ちょっと待ってください。ちょっと本当に待ってください。やばい、もう本当にちょっと待ってね。よいしょ、眉毛の、よいしょ。ごまかしのメイク、よいしょ、オッケー。まあね、ちょっと落ち着いたところで、よいしょ。よし、お待たせしました。ありがとう、来てくれてありがとう。でも眠かった、遠慮なく寝てね。ありがとう、いっぱい来てくれてすごいたくさん。ヨッピー、フッシー、レフバン、ヒラーギ、ミアルン、コウヘイ、キヨタン、エイン、スー君、ショーン、カン、初見さん、ヒロアキ、ジンタン、ミッキー、ティグ、金融家人、セリナ、リンタロ、シュウヘイ、イアン、ショーン、プリリ、リョウ、カワ、イノリ、ミロ、ハテナマン、レフバン、ヒラーキ、シュウヘイ、フッシー、スー君、コウヘイ、ヒラーギ、プリリ、レフバン、お豆腐、ミアルン、コウヘイ、ありがとう。タク、バラありがとう。ありがとうございます。フリリ、初見さん、土だ、サバボバ、イアン、ユッティ、レフバン、エイン、ショーン、コヘンかわいい、ありがとう。フッシー、シュン、ジンタン、レフバン、星野、サイドネームツのダルマ、シャーク、ドドドドドド、トミー、タッキー、ヨッピー、コロコロ、エイサク、エイン、バールサーメシ、リウム、キヨタン、初見さん、レフワン、金融家人、セイジン、シガちゃん、フッシー、シガちゃん、バールサーメシ、ポリリ、シロー、シャーク、ドラッキー、エイサク、コウヘイ、トール、ジンタン、ヨッピー、かわいい、ありがとう。ありがとう。ひなこ、なおき、エレメンツ、ゆってぃ、てんてんてん、ドラッキー、こんばんは、やっほー、元気ですか、元気ですよ。ちょっと待ってね、よいしょ。わー、疲れた、マジで今日またまた、ちょっと待ってね、落ち着いてないです。極力楽しよう。あれ、ちょっと待って、充電器、携帯充電器、よいしょ、よいしょ。え、髪切ったんだ。わかんない、こんな、この状況でやってわかんないけど、髪だけ切れました。ブッサイクだ、ちょっと待ってね。エレガント、ベリーエレガント、本当に前髪は切ったんです、前髪。ミロ、ハント、ありがとう。ありがとう。ひなきくん、ありがとう。ありがとう。たなき、エレメンツ、ショック。ふし、とどどみ、プリリ、ジンタ、アテカレシ、カクモク、ピリピリ、トモンチョス、バルサメシ、ショック、ユッティ、キヨタン、ナオキ、レフバン、ダバルサメスポリリシュン、トモ、チャック、フッシー、コウヘイ、コギザリにした南、エイン、ポリリ、アカサゴ、ルマオ、ナカオメ、こんばんは、こんばんは、先生、五等分の花を見てるんですけど、クッキー、ヤッホン。ちょっとなんかもう、汗かきすぎて、今日、なんかその、ベッドに上がれないレベルで汗かいてて今日なので、ちょっと先に入りました。シャワー、もうほんと秒、マジで秒、とりあえず流すみたいな、10分ぐらい。何がいいんだろう、これがいいのかな、
難しい。どん、えん、ありがとう。カラフル、暑かった、今日めっちゃ暑かった。激アツですよ、激アツ、激アツ、あつまり、あつまり、ハゲ、ハゲ、ハゲて、よいしょ。今日誕生日の何期？ハッピーバースデーディーユー、ハッピーバースデーディーユー、ハッピーバースデーディーユー、ナオキー、ハッピーバースデーディーユー、誕生日おめでとうございます。おめでとう。よっこらせっと、よいしょ。占いあるある、占いある。以上、好きな方選んでください。タオル側、タオル側じゃない側、タオル側、タオル側じゃない側、選んでください。ぜひ貼ってやっこ、ありがとう。しょん、あ、さくらんぼちゃんのケーキありがとう。あたしさくらんぼ、もう一回笑顔咲く君へと、幸せの空、隣同士あなたと私さくらんぼ、もう一回ポリリオありがとう。ダーチロー、こんばんは。うん、島のから見て右、こちらですねすごい引きがいいです。直樹、ショールームの配信来てくれてありがとう。島の実は直樹の方、愛してるよ気持ち伝わってたかな。ありがとう、ありがとうございます。一緒にお風呂入る眉ハートありがとう。ダージロン、だるまさんありがとう。えい、あ、なんか変な、えい、ありがとう。ほらいやん、愛してる、大当たり。ダメですダメですだるまハートよくありがとう。直樹さんに捧げるケーキで、直樹さんにケーキが来ました、ありがとうって言ったいてかずき、こんにちはかたろう、こんばんは。色っぽい、お風呂入ったかな。髪の毛さ、結構短くなりました。なんかわかりますか、なんかわかんないかな、わかんないかな、みんなわかんない、この毛私的にマジで短くなってて、今3センチ切ったって言うんだけど、5センチぐらい切ったんじゃないかなって多分思ってるんだけど、うん、ありがとうございます、嬉しいですって嬉しいって、無理です、拒否しますね、拒否してる。骨竹こんばんは、やっほー。うん、わかる、え、すごいじゃん。今日も滝の音修行してます今。うん、もっとこんばんは、多分それぐらい切った気がする、ついから切った、いや傷んでるから切りました、全然切りたくなくて、切りたくないって思ったの、切る日全然、いや今日やっぱ切りたくないわって思って、で結局あんまり切るのやめました。最後ラスコレで CM のボイス入りそうだった、マジでありがとう。どんなだった、今まで応援してくれてありがとうみたいなやつかなそんなあったっけ覚えてないちょっと待ってね、大体覚えてるけど、田中かな、あの見たの思い出します、どの写真か見たら。髪は暗くしました、うん、そう、いよいよ芝の髪の毛1本抜けた時、マジ時給何本抜けたと思う今日何本抜けたでしょうか。うん、今日で閉鎖されますか、わかんない、今日で閉鎖なのかな。いつきやっほー、あれ久しぶりじゃない、いつきサボってた、島のルーム組んでサボってた詰められる、来て早々詰められる、うん、やったさん、こんにちは。島の子が生き生きてる、人のこと意地悪言ってる時が一番楽しそうです、島の悪い子ああ私の悪い子今日ね、兄ちゃんのうち3本途中で切れた、そうなの、ちょっと存じ上げなかったんですけど、今日確かにあんま抜けてないです髪の毛。うん、あー悩んでる、あ、わかりました、わかりました。なんかなんであんな悩み聞くんだろうって思ったもん、うん、思ったけど、でもなんかいいよと思ってあのなんか、あの私らしくない、なんかその普段やんない感じがまたいいやって思って、なんか挑戦だなって思いましたよ、シーワナ的に。ゴミ箱がないんですけど、ゴミ箱がないです、よいしょ。うん、今日で閉鎖なんか、あ、そうなの、あ、そうなん
内緒話聞いたの？え、衝撃なんだけど普通に来てて、マジ？あそこでチケット1枚残ってから今日引く、今日で終わり？内緒話じゃあ全部画面録画してきてみんなで私に送ってちなぴぴ犬宣言さん、こんにちは。テッシーかわいい、ありがとう。ありがとう、ありがとうございます。やっぱね、うちの部屋座敷話言いますね、絶対。うん、いるって思った。今日ちょっとお風呂入っちゃった。お風呂っていうかシャワー、ピャ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 って。とも、かわいい、ありがとう。ありがとう、たちくん。獣の歯が綺麗になったね。うん、あとね、もう終わりです。次行って話し合う。そろそろ終わりになると思う。多分って言われると思う。なんか、前回、間もなく終わりですね、みたいに言われてたから。だから多分次、なんかあと2回か1回で終わりですね、みたいなとか、多分そろそろリテーナーの話が出てくるんだと思う。うん。せやさん、かずき。ごきざりたかひろ。変な。きふりれいばるさんです。こへい。いるね、絶対いる。内緒話じゃ録画した？録画して限定 YouTube にして島野に送って言われる見たい。シュン、トッシー、ソーリー、月木、うん、7月7日11時今日忘れてた。ありがとう、教えてくれて。めっちゃ忘れてた。7月、あ、8日か、一応4日なんもないな。うんうんって思ったら強制入ってんじゃん。今思い出した、ありがとう。ネオンギオさんのあれさんです。ドライキー、髪暗いね。そう、暗くなったよ。うん、プリンじゃなくなった。なんか前回の色ぐらいがちょうど落ち着いててよくて、なんかあれぐらいの色にしたいって言ったら、じゃあ抜けた時にそれぐらいにするようにしましょうって言ってくれて、で、あ、じゃあそれでみたいな感じでお願いしますみたいな感じで出ました。さらに美人だった。おぞす来週の月曜日配信ね。それさ、前日にもう一回言ってね。あ、寝るのに必要な声の人だ。おやすみ。強制睡眠コント。ライカ、お眠り。お眠りレシーマンの今日のリブ気づいた？なんか、弱くてごめんねっていう、イノスケのセリフをもしって、もしってわけじゃないけど、なんか、遅くてごめんねって書いたら、あ、これ、知ってる、弱くてごめんだと思って、イノスケの絵文字つけて、その後に、今日も寝てる人は、お眠りって言って、演舞のお眠り、何言ってるか分かんない人も全然分かんないと思うけど、ごめんね、鬼滅の話してます。お眠りって言って、演舞の絵文字つけました。はい。うん。ひな、ぐんちゃん。うん、その URL 俺欲しいってお願い、うん、こうかずさん、こんにちは。うん、稲丸、それとかやめた、ごめん、ちょっとよかったよかった。コメントがさ、あれなんかずれてると思ったら、島田が全然コメント送ってなかった。うん、気づいたので、なんでだけどね。あ、そうなの、気づいたの、みんな気づいた、分かってた、シーマナのこと分かってんの、みんな。シーマナ検定取れる、自信ある、ちゃんと。すぐれはいいペパニーちゃん。詰められる。今日、シーチル詰められる日、シーマナに。あ、ちゃんと気づいた、大丈夫、分かってた、本当に。うん。突然のお眠りであくびしながら笑ってまた。マラス。うん。正直もなんかいいけど、なんでシーマナのこと気づかないの、なんで。すごい詰められる。あ、ちなみになんかいつまでのやつかわかんないんだけど、ハレターが届きました。なんかさ、横断幕送るみたいな言ってくださった方いたんだけど、は来てないんですよ。だからもしかしたら送ってないのかな。このなんかそれの前までは来てると思う、多分。うん、来ました、ありがとうございます。さっき配信始まる前さ、もう髪の毛乾かしたりさ、化粧とかすればいいのにさ、ちょっとハレター読んで、あ、なんかすごい嬉しいと思いながら、なんかね、それ書いてるのが、ラサエのなんか、活動終了前に、書いてくださってた方だとか、活動終了後にね、最後のライブ見て書きましたって方もいらっしゃって。そう、ツインから来ました。ともはった、ありがとう。
ありがとうございます。なんかね、結構似顔絵描いてくださる方とかも今回いらっしゃって、ありがとうございます。ありがとう。なんか紙が入ってて大きい、なんだろうこれって思ってパッて開いたら、シワ抜いて、シワ治るって思った。うん、じゃあ俺のプリクラ届い、届いてないね、届いてないね。あれあれれ、あれ届いてたかな、あれ、うん、髪を乾かす自分と、いくらだってやってくれんのみんな、髪乾かすの。891日ありがとう。ありがとうございます。白衣です。今日はじゃあ看護師さんね、白衣、白衣の手して今看護師さんですね。はい、皆さん今日はお元気ですか。でちょっと胸の音を聞、お、ロックが刻まれてますね。ドゥントクドゥントクドゥントク。さあちょっとロックが刻まれてます、この胸の音は。死にます明日。うん、うさ耳おぎ、ヨシハルユンユンカンマイユグゼユズナロイヤンキッチン。俺とのコイン届け、島のね、コイン届け来てないの、なんか来てないんですよ。 あれって思って、なんかあの来るっていうじゃないですか、婚姻届、下田来てないです、一枚も。下田結婚した人はきっといないんだろうなって思いながら、うん、うん、くにちゃんくにちゃん、うん、なんか来る人いるじゃん、来るあのアイドルさん結構いらっしゃるじゃないですか、あのメンバーとかでも。しも来ないんだよなと思いながら、もう別にいいんだよ全然、あの欲しいってわけじゃないんだけど、来なかったです。うん、じゃあ好きな方が多いです、結構みんな、あのまともな方が、はい、送ってんの？婚姻届。嘘、来てないです私。一枚来てたんですよ、まだ。ちょっと待って、人食べたみたいなやつだ今。なんかむしゃむしゃむしゃ、あの巨人みたいなやつで、心臓を捧げよう。すっぴん、あ、はい、すっぴんです、ごめんなさい、それは晒して申し訳ないです。ただ今日はちょっとあの眠る前って感じで見てくだされば。はい、取りつかれ食べたきゃった、こんにちは、うん、あ、そう、聞こえし、分かった、すごい天才だね。マイペさん誕生日だよ、マイペどこ、マイペどこどこどこ、マイペいるなら出ておいで、出ておいで、出ておいで、コロナ本当に、うん、インスタいつもめちゃくちゃ、一星さんありがとう、何見てくれてんの、嬉しいです、ありがとうございます。うん、新しい事務所の、わかんない、どうだろう、なんかでももう来てるらしくて、言ったら受け取れるんだけど、なんかちょっとユータイミング今逃してて、新聞自体はまだいただいてないんですけど、多分もう来てると思う、ありがとうございます。うん、うまい、いいじゃん。うん、患者の心臓の早いなって思ったら、これ自分の手やってなって、マジで、よし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 、うん、マイペさんいないんだよね今日、あれ忙しいのかな。あ、いや、ビーナーさんこんばんは、ヤッホー、どうですか、ショールーム慣れました。絶対合わず握手券、いい、つらった、あ、いた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 、いたよ、ちょっと待ってね、なんか人食べたみたいな、ちょっと待ってね、人食べたみたいになってんの今。最悪、なんだろう今日、うん、ここはなんかすごい、もう取れない、え、切れてんのかな唇、まあいいや、ありがとうございます。じゃあマイペの誕生日を三三七拍子で超迷惑、そんなのびゅうされるということで、じゃあ行きたいと思います。
よかった。いきます。 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday dear まゆぺ、 Happy birthday to you、 誕生日おめでとうございます。まゆぺさん、どちらにしますか？どっちがいい？ごめんね、過ぎちゃったんだよね。ごめんね。誕生日ネタ。あれ、やっと同い年もしかして。遅いんだよ、来るのが。どっちがいいですか？こっち、倒れ側。倒れじゃない側。倒れ側、倒れじゃない側、どっちがいいですか？チュン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 チュありがとうございます。ではこちらですね、まゆっぺさん。まゆっぺはもう結構長い間応援してくださって本当に嬉しいです。ちょっとね、何ヶ月か誕生日がずれ、ちょっと差があるんですけど、まあ大体2人の真ん中バスでは大体5月頃かな。私たちの絆はいつも強いよ。まゆっぺ、いつもずっと応援してくれてありがとう。今度はまゆっぺの車で関西を案内してください。まゆっぺ愛してるよ。イエーイ、愛してるでした。ありがとう。愛してる、愛してる、愛してる、愛してる。もう一つは大好き。大好きです。愛してるよ。イエーイ、車乗せてね。ショーオープン、ありがとう。テラさん、こんにちは。いっちゅんさん、こんにちは。こんにちは。あゆむ、こんにちは。何、みんな愛してるだと思った？愛してるです。今日愛してる引き多め。うん、あげはなたもありがとう。ありがとうございます。下野はちょっとまゆっぺに運転任せるので免許取る気はないので、なのでよろしくお願いします。うん。羽鳥さん、こんにちは。うん、あ、そう、ちょっとそれも宣伝しなきゃ。そっちを一応見せて。これ大好き、大好き、大好き。深岡に行きます。うん、免許ないと身分証明書、身分証明書ないので、公共料金の支払い書と、あと健康保険証欲しいものを提示しても。これ吸い物さ、仕事で忙しかったじゃん、たまゆめ期間。あの時さ、いや、ちょっと個人的な話なんかやめとこ。いろいろといろんな話になってくるので。うん。そう。っていうので、下野さん、ちょっと宣伝があります。皆さん結構、ツイッターご確認してくださった方、もう気づいている方も多いとは思うんですが、こちら。チュチュン。出演情報。ハッシュタグ、白石モナが朗読劇に出演いたします。大人プロジェクト第41弾、演劇ユニット爆走大人小学生さんの泥毒劇、なな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 、あ、そう、あってあってに、7月の27日から31日にかけて出演させていただくことになりました。シアターサンモールという劇場なんですが、こちら以前私まじまさんの舞台で一回私が行ったことがある舞台なんですけど、こちらの方でまさか自分が出れるとは思わなかったんですけど、こちらの方に出演させていただきます。なななななな、んて、なななななな、に出演させていただきます。前歴新宿だったかな。うん、そう、なのでよろしくお願いします。リンタの花どもありがとう。ということ、わかんない、新宿じゃないかも、ちょっと調べて。まあ島の全部出ると思っといていただけたら、まだちょっと何があるかわからないんですけど、はい、
あの一応予定開けといてくだされば嬉しいでございます。わかんない、まだ詳細がちょっと深くは知らないので、はい。御苑の方、ああ、じゃあ南西、あ、三丁目、新宿三丁目近く、やだ、いいね。いや、花束マジ最高、ありがとう、最高、最高だ、最高、待って、最高最近書いてなかったからノートとかないんだけど、ちょっと待って、ノートどこ行ったの、本当にないんだけど、あった、ペンもないじゃんね、あ、ペンもあった、グッズ販売もあるかもしれないので、あのちゃんといろいろと計画しておいてください。おぎえ、花束もありがとう、ありがとうございます。東口の東口サイモールはないんじゃないかな、多分、わかんないけど、うん、先生最高ありがとう。ランド空域、ランド空域すごいよね、私さ声優さん大好きでさ、ランド空域よくやってらっしゃるからすごいなって思って、まさか自分がそれに出れるなんて思わなかったんですけど、夢は声優さんなんで、あの夢に向かって一歩進めたかなと。わかんない、これをまた次の仕事につなげなければあのいけないんですけど、頑張りたいと思います。うん、そう、頑張ります。ありがとう、みんなのおかげで、皆さんのおかげでチャンスをいただいたので頑張りますね。ウキ、花とはありがとう、言った。ありがとう、目パチパチパチ、トトトトトトミーファイト、ありがとう、インタラファイト、ヨビファイト、ありがとう、あ、イヤーファイト、インタファイト、ありがとう、あ、ダキー君、おはようございます。おはよう、ありがとうございます。よいしょ、先生ファイト、やや花玉、ミュールファイト、ウギファイト、フレディファイト、ありがとうございます、ありがとうございます、頑張りますんで、皆さん来てください、お願いします、応援してください。マーライオン、フジコ、こんちゃん、イデマルモテヒロ、こんちゃん、カニヒロ、こんちゃん、うん、そうで、よろしくお願いします、来てください、北海道から沖縄まで皆さん来てください、お待ちしております。そうなんですよ、あの一緒にラスタイルで活動していたオイさんとまさかの一緒に共演できるということで、なんかオイさんとはね、あのすごいきっと仲良くなれる話題がめちゃくちゃあったんだけど、私が人見知りでがすごい深く喋れなかったの、その時代だから、またお話したいなって思っております。はい、ダメンスナース入った、ありがとう、上白谷もか、こんちゃん、うん、リハライ、あ、リハライ先生のテルミンやったもん、そう、まいさん、こんちゃん、うん、のでよろしくお願い、心強い、マジで心強い、なんか本当によかったって、ちょっとド緊張のどうだったから本当によかったと思って、知ってる人いて、間違えた、最高って書いたら最後って書いちゃった、最後、なんの、うん、人見知りっていうか、なんかしょっぱなね、ちょっと、うん、緊張しちゃうの、緊張して声ちっちゃくなっちゃう、皆さん、皆さんありがとうじゃないわ、ありがとうじゃない、はい、みたいになっちゃう、なんかなんでそんな声出すんだろうみたいなぐらい緊張する。うん、そう、待っておりますので、研究生の方、え、わかんない、私は仲良くなってきてると思ってる。すごい、本当に優しい人ばっかなので、うん、好き、なんかみんな真面目なんですよ、めちゃくちゃ、だから頑張らないとなってめっちゃ思う。でもね、私あれなの、緊張すると敬語で喋っちゃうから、なんかタメ口で話せるぐらいの仲になりたいです、個人的には。年下の方が多いのかな、でも年上の方もいらっしゃいますね、うん、よいしょ、みっちゃんみたいにマブダチ、どうだろうね、できたらいいけどね、よいしょ、間違えた、死ぬな、やば、宇宙人みたいにした、できた、
食長い。これ食じゃないね。これやばいよ。オッケー。じゃこちら。先生最高ありがとうございます。ちょっとなんかピョンピョンってなった。うん。なんかすいません今頑張ってること楽しそうな顔してる。本当に。ありがとう。ちょっとライトがさ。よいしょ。麦わらの帽子の君が、ありがとう。いちいしがらくなな、ちゅんちゅんちゅん、9、10、ありがとう。ちゃ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 ステーション人混みの中でこんなにチェチェレチェチェチェレチェチェチェ成長成長してる、うん、ステーションなんかのステーションです。今日そばで配信しないしない、うん、今日でラストライブから1ヶ月が経ったよ。早かった。なんかね、なんかわかんない、なんかもう早いとかいう感覚じゃないんだよ。もう戻れない過去って感じ戻りたいけど戻れない過去感じよ、うん、今日有休取ったの一日暇になったから、すごくやつら有休取ったのに一日暇つらいね、うん、100円ピキワンちゃんアジアス、そう、なんかもう戻れないんだなって思います。そう、なんかなんかわかんない、なんだろうね、すごい不思議な感覚、わかんない、こういう感覚になったことが今までないんですけど、なんか今まで当然だったものが全て夢だった感じ、なんか本当にそんな感じ。なんかラストに行ったこと自体がなんか夢の中の話なのかなみたいなくらいもう戻れない。うん、っていう感じですかね。メセキムなんですけど、ね、私は髪伸びたよね、切ったんだよ髪の毛髪の毛切ったんです。みんなわかんないらしいんだけどね、あのここちょっとなんて揃ってるんじゃないですか、切れました髪の毛安定のこの時間、いや昨日一昨日はあの昼でした、昼配信、昨日やってないわ、昨日休んだ、久しぶりにリュークいただきました。前だったんだ、前下がりボブしない、私もだもんね、似合わないんだよね、わかんない、顔が変わった、大人っぽくなったじゃないですか最近の顔が、なんかちょっとなんかまた違う髪型に、うん、そうそうなんですよ、うん、7月8日が9時、あ、そうなんだ、8日か、ずれたんだ、ずれたんだ、7日の予定が妖怪になったんだ、下田記念すんだから、ごめんちゃー、ちょっと待ってね、よいしょ、ちょっと似合ったショート好きって言ってくださる方もいるから、まああれもあれですごいいい経験けど、まあ最近ね島の顔がちょっと大人っぽくなったから、で大人っぽい、でも大人っぽくなったよね、わかんないけど、なったよね、うん、テイクケアハブアレストレスト、うん、ひなきくんありがとう、マチパチたばっかなのよ、まつげパチパチ、うん、そうなの、
チケットあと5枚かな。うん、明日一限かな、寝れない。強制睡眠コント眠りの術。おねむりパーパシュッタタタタミー、かわいい、ありがとう、ありがとうございます。グリーン受験さん、こんにちは、こんばんは。元ラストアイドルの白石まなです。ぜひ島の推しに乗っていってください。こちらのハートマークをピンクにしていってください。お願いします。だらっきマジ寝て、寝ていいよ、おやすみ。うん、それぐらい研究生の、そうですね、研究生、研究生は違う、研究生、うん、それいい、ほんとに、うん、そうですね、なんかちゃんと喋れるようになりたいです。こんばんは。うん、実に良いです。目が覚めた。マジで覚めたの。あいらよりぶっちまんちゃんとね、ちょいと今日はね、お仕事が決まりまして。ゆりな、こんばんは。しまなは研究生、研究生、研究生、研究生だっけ。ちょっと待って、あれ研修、研究、分かんなかったよ。もう今ボケてる、頭がボケボケになってる今。放課後のステーション人恋の中ってどうしてだ。ごめんなさい、今思い出しました。支えたの思い出した。あれ違う、研修生、研修生です。研修生の皆さんの方が私より全然先輩になりますね。うん、なので今頑張って追いついてるとこ。うん、ムッキーありがとう。ヘラにも10個ありがとう。うん、うさ耳くもなんかさ、あれ研究生ってあれでしょ、 AKB さんとかにみんな引っ張られてるんですよ、研究生。なんだかのステーション人、おかごのステーション人恋の中ってどうして、どうして、みんな勝て。うん、 OJT、 おう、ジャパンティーチュー、オブジェリー、ミチ、適当なことばっか。レバントありがとう。うん、キンカジありがとう、リモ、ありがとうございます。あ、おじさんってこと。え、最近おじさんっていうの、それは最近の言葉ですか、それとも昔の言葉ですか。オジェンティー、おじさんっていうのは、おジャパニングティーチュー。え、今やったのは愛してるポーズ、ウィッシュした。ひとごみの中、どうして、あれだよな、お菓子ギフトのやつもらったかな。ちょっと待ってね、配信天神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 だからできたこと。ひとごみの中、オンザジョブトトレーニングっていう略なの。エヴァハンデアカリナと、うん、いや、薬膳飲んだらもうね、寝た方がいい、マジで。あれ飲んだら15分以内寝た方がいい。
睡眠、いい睡眠取れるよ。いい睡眠取れるっていうかね、寝起きがいい。なんか薬膳飲むと、今でも継続して飲んでないからもう無理だけど、なんか継続して飲んでた時とか、なんかね売ってる売り場があって、その時になんかあの3本ぐらい一回で買ってたんだけど、なんかその売り場最近通んなくて、なんか電車の駅に売ってるんだけど最近そこ通んなくて、だからあんま買えてないんだけど、それを継続して飲むと夜は、まあ夜はもう普通に寝るけど、もう朝がなんかパッ、おはよう世界、ようこそ世界って感じになるの。普通のヤクルトだったら、まあ、10本ぐらい飲んだらいけるかもしれない。うん、会社で新人研修のこと OJT。 そうなんだ。井戸川4本、はあ、いっぱい起きてんね。井戸川は寝てんのちゃんと。最近スーパーで品切れ続くね。あれね、多分もう一生ね、一生品切れだよ薬膳は。うん、ホットアイマスクの方がなんか単発で寝るにはホットアイマスク、継続して使うなら薬膳。うん、こんな感じ。うん、って感じ。てか今思い出したので、セブンのさ、あのなんかこれ買ったら来週無料になりますよみたいなレシートとかやっちゃったの。ちょっとさ、やばい、探さなきゃ。来ただけで睡眠の余計な助言するし、まだし、ね、何それ。うん、薬膳飲んでないけど耳栓は使って、耳栓で寝てるの。うん、深夜のコンビニなら買える。そうなんだ、仕入れしてる時。最近カルピスの薬膳みたいなの飲んでる。あ、あのあれか、ちっちゃいやつだよね。うん、薬膳って賞味期限短いから取っておいても。あ、そうなんだ、短いんだ、くすく飲んじゃうからな。うん、ローソンお得なクーポンももらえるの嬉しいね。そうなの、知らんかった。今日右側の顔がこっち、こっちですか、こっちブス。だね、こっちの顔多分今日疲れてる、めちゃくちゃ。うん、こっちはね確実に疲れてる。油が陰性かまん食べてよくね。あ、そうなの、食べよう。うん、バルサミシくんちゃん、薬膳飲みすぎると、まあね、場合によってはね、強制睡眠コントに追い込まれるかもしれない。強制睡眠コントの術されるかもしれないわ、場合によってはね。分かんないけど演舞出てくるかも。うん、今日はねちょっと無限列車、脳みそない無限列車。てかさ、すっごい今エアコン直撃してて喉めっちゃ痛いんだけど今。すごい来た、なんかさっきまで全然だったね、だん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 。うん、やばい、先生の格好忘れるわ。うん、すぐ真似したがるから。なんだっけ、あの人に伝えて、あんたもいい夢見れないようにしてやるんだからってやつ。ちょっともうセリフ覚えてないから真似もできないんだけど。うん、シワナの睡眠見てる人はなんかよく寝れるって聞きます。なんかわかんない、それがちょっと科学的研究結果は出てないんですけど、なんかシワナの配信を見るとなんか声が結構小さくて眠りやすいらしくて、あの結構寝れる方が多いって聞いてるので、あのぜひ睡眠に使ってください。チューさんこんにちは。うん、平和本当ありがとう。明日早いのでそろそろお風呂に。おやすみなさい、今日もありがとう。おやすみー、おやすみー。うん、ラジオにしたらもっと寝られそう。マジ？じゃあラジオにする？どこになるか。みなさんこんにちは、シーワナの内緒話のお時間です。ドドドドドンドドン、FM 白石よりお送りするシーマナの内緒話。本日のコーナーは、何も思いつかないわ、何だろう。本日のコーナーは、節電がいかに大切かをお伝えしていきたいと思います。何だろうな、分かんない。うん、ノリノリ、ラジオ大好きなの。シワナラジオ出るのが夢だったの。
あのラスタイの時ね。でなんかラジオ出れたらもうあの悔いはなし、あの一切の悔いはなしって言ってるぐらい、あのもしこのままだから本当にもう夢が叶って思った感じなんですけど、あの本当にこのままもし何があってももういいっていうような気持ちだったんですけど、うん。でアイニュースさんとあと渋谷のあのラジオさんに出させていただいてマジで超嬉しかったんですけど、レギュラーラジオ、なんかレギュラーラジオみたいなのをやりたいって野菜時代に言ったら、なんか本当にラジオって人と人とのつながりが大事だから、なんか簡単には撮れないんだよって言われて難しいんだなって思ったことある。ちょっと喋る能力そこまでないんですけど、初見のハッシーさん、おはしいまなんしなん、ありがとう来てくれて、ぜひこちらのハートマークピンクにしててくださいありがとうございます。はがき募集ってあれじゃん、あのなんだっけ、はがき職人みたいなあるよね、なんかやる好きな人やりますよね。うん、そうなんですよ。声優のラジオ聞いてるのは内田舞さんの聞いてます。チョロ歌なんで私は、あの内田舞さんのラジオ。ともさん、あ、初見さんありがとう、ありがとうございます。こちらのハートマークぜひピンクにしていってください、お願いします。うん、ねえ、スズリオさんラサイ超好きだよね、ありがたいことに。うん、そうなんで、これが分かってどうして、ダメじゃな、ちょっとそれ押しといてよろしく。うん、ハッチシーさんこんにちは。明日は早くないかな、明日はもう早くない。うん、そう、 FM 横浜、 FM 横浜好き、いつも聞いてる。眠そう、まあ眠いね、今日はシーマの眠めです、眠シーマなって感じ。うん、ピラニーでな、おねんね、おねんね、おねむりどんな活動されてるんですか。あの先月までラストアイドルってアイドルグループで活動させていただいておりまして、ラストアイドルが活動終了に伴い事務所を移籍させていただいて、ソリッドキューブという事務所に移動させていただいて、でそこであのモーションアクターと声優さんとタレントを目指して今あの自分を今売り込むことに必死でございます。あのそういう活動しております、ぜひよろしくお願いいたします。あくびが分かんない、あくびしてた私は、分かんなかった、分かんない、なんか分かんないふりしてたかも。うん、やだよ、やなの、知らなくて好き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 、あーいじってるやだ。あ、ごめんなんだけど明日の配信、明日の配信ちょっと昼に一回やろうかなって思っております。あの理由といたしましては、夜が多分遅くなりそうなんですよ。で遅くなった場合、今今日はさ、今日はまあ来れる一日だけだったから来れなんかもしれないけど、うん、明日もちょっと夜までやるのはちょっと聞けないよって人もいるかもしれないので、お昼頃12時ぐらいからやるか、12時15分ぐらいから一回パチってやって、でまあ夜できたらやろうかなって思っておりますっていう感じです。好き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 、愛して本当はね、あの超ドキュメキシンデイムさんのね、あ、好き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 だ、うん、今歌おうと思ったのにそれ出てこなくて、もう一休さんになっちゃった。あふれそうなんだ、覚えよう、え、めっちゃむずいよあの曲、歌ったことある？ゆらに貼ってありがとう、ありがとうございます、うん、っていう感じでございますね。うん、足を貼ってありがとう、ありがとうございます、 OK です、 OK、 うん、トンチが聞きすぎてる、わかんないから一休さん。うん、
きな気持ちがあれば歌えるんだ。マジ好きな気持ちあるけど、総称イノセンス歌えないかね。トントンしてないけどね、確実に。プリンハタ100個ありがとう、ありがとうございます。っていう感じでございますかね。もうもっと少しで1時間経っちゃって、もう1時間経ったら終わりにしようと思っております。音声遅れて流れてくるか、画面の CM 流れ飛行してなんでだろうね。リトのやつなんか配信ずっと変だよね。そんなにみんな遅れてるのか、みんな遅れてる。うん、リリアン可愛い、ありがとう。もう1時間だって、もう早いよね、びっくり。あくびしてないよ、あくびしてない、全然あくびしてない。シャキ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 、うん、え、嘘、終わった、終わった。うさぎオンラインの、うさぎオンラインのシークレットプレセール逃してた。うわ、ショック。ちょっと見たかったな。うん、ジェラピケとかセナイエルとか、うわー、やった、最悪、あ、見ときよかった。安くなるんです、濃いですね、それは、それは濃いです。うん、僕はしてないよ、してないよ。え、待って待って待って、ちょっと待って待って待って、言いがかりはよくない、してないよ。今ひらめいたの、今だーって、そろそろ終わりの時間だってひらめいたの。はあ、今ひらめいたの、はあって、ああ、これはもうそろそろ終わりの時間じゃんって言って、今日のズボン花柄。うん、やっぱひらめいたの。はあ、ひらめいちゃった、ピンポーンって。やっぱひらめきが大事だからね。うん、そう、ひらめきできなかったらしないでください。さあ、鼻の匂いをチェックだけど、プチパンくんちゃん、いっぱいひらめいた。すごいひらめきすぎて、なんか御三家が見てる、ひらめきすぎてなんかもう困っちゃうって感じ。もう困っちゃう、自分の困っちゃう、ひらめきすぎちゃったっつって。ひらめいた内容は、あの話題、話題ひらめいた、あ、そうだ、あの話もしよう、この話もしようっつって話題ひらめきました。そう、全部言えてたなって、競技もいっぱい伏せたなって。モダさん、こんにちは。島田、今日はスシローを、ちょっと食べました。あの、今日はスシロー食べたんですけど、お腹すきすぎたのでメロソーを注文した後に、まあ、サーモン三貫のせが170円だったりして頼んで、でまだそれには来たらず、ネギトロと赤貝頼んで、わ、今日いっぱい頼んだなって思って、ウインナー揚げ頼んで、わ、今日いっぱい頼んだ、これ7回いっぱいだなって思ったら、うどん見つけて、いや、うどんマジでうまそうなと思って、うどん頼んで、食べ過ぎました。1200円分食べました。で、卵と寿司だった時は2000円分食べました。一人で。スナチュードンは、中尾で食べました。うん、ガスだから、こんにちは。スシローは、あの、東京にはいくつでもあります。新宿には2店舗、池袋にも2店舗、渋谷には1店舗、魚べいが1店舗、
あの歩いてるバス後ろにぶつかります。あ、違うわ、新宿3店舗あるわ。全部行ったことある。うん、でくら寿司もあります。うん、昼にあったり西口にできたスシローに今日ちょっとあの秒速で食べました。パコパコそんなってあったから用事が。そう、スシローのポイントはね、なんか予約していかないからこれあんま溜まってなくて、今8ポイントぐらいかな。うん、下野さんはスシローが大好きなんですけど、スシローの数まではちょっと存じ上げてないので今調べます。スシロー何店舗、422店舗ですね。ポケモンが大体1000種類いるので、まあ半分ぐらいだと思っていただけたら1000種類足りないぐらい、1000弱ぐらいなので、うん、まあ半分ぐらい。それに比べてできたんだけど、なんかお一人様とかお二人様とかですごい行きやすいように、なんかカウンター席が非常に多くできてて、大体なんかスシローって、まあ、割合的には3分の1がカウンター席、場所によっては4分の1がカウンター席で、あとはファミリー席のなんかテーブル席が多いっていう作りなんですけど、西口に関しては半分ちょいぐらいがないでカウンター席となっておりまして、仕切りがすごい贅沢に大きく作られていまして、2席ずつで全部仕切られていたんですね。なんか隣の人の顔が見れることもなく、自分の世界を謳歌することができるっていう感じで、なんか非常に大きくて木製の板だったので、すごい負担がなくめちゃくちゃ良かったですね。はいはい、ひでぽんこんばんは。くら寿司簡単だとビッグラブンできない、それはしんどいね。じゃあでも島中行ったくら寿司はビッグラブンできました、簡単できない。なんででしょうか。原宿はできました。はま寿司はですね、あんまり普段行かないんですけど、すごく私ははま寿司が大好きで推している理由といたしましては、やはりたこ焼きが熱々の状態に出てくる状況ってすごいことだと思っておりまして、白石的になんかすごく魚が、ね、苦手な方でも、あとは小さい子だったり、あとはなんかたこ焼きが非常に食べたい人でも楽しめるたこ焼きの種類の豊富さにすごい感動と感銘を受けたのとともに、最近ちょっとはま寿司のいくらの量が少ないっていうのがツイッターで書いてあったんですけど、でもはま寿司はすごいネタにお金をかけておりまして、あんなことを書くのはちょっとどうかと思うんですけど、1貫90円で平日やっておりますよ、はま寿司。その中で具の大きさはピカイチにでかいと思っております。行くならはま寿司は非常にいいんじゃないかなと私は思っております。その中でシーマナ的に非常に推しの回転寿司チェーンといたしましては、やはり魚べいでございます。魚べいはですね、何がいいかと言いますと、なんかコスパの良さがもうピカイチだと思っておりまして、なんでしょうね、宣伝にお金をもしかしたら使っていないのかもしれないんですが、 CM とか普段あんまりやってない気がします。その分食材だったり具だったり、あとサービスの向上に非常にお金を使っているのかなと個人的には思っておりまして、回転も非常に早いので、待つことなく好きな隙間時間に行ったら食べることができるっていうのがやっぱ最大の利点なんではないでしょうかねって私は思います。はい、なんか魚べいに関しましては本当にネタが大きくて、創作寿司もあるんですけど全てが美味しい、非常に美味しいですね。あとは具の種類の豊富さ、普段いろんな回転寿司を行っておりますと、やはり貝が高騰したりするとすぐになくなりがちなんですけど、粒貝から赤貝、ミル貝など貝の種類が非常に豊富だなと思っております。あとネギトロの使い方がすごくリッチでして、海苔を巻かないでもその見えるという、非常にすごいなと。海苔を巻かなくてもこう自信を持って出せる魚べいのこの力強さと胸の広さ、背中の広さ、すごく感銘を受けております。はい、あなたは
寿司じゃないさて、私は大好物に寿司を置いておりまして、やはり寿司が一番の主食ではないのかなと思います。本日もスシローに行ったものの、やはり生のお魚に飽き足らず、夜にはサーモンとイクラの巻き寿司をちょっとついばんでしまったということがございまして、はい、ショーンかっこありがとう、ありがとうございます。コストコのお寿司はですね、サーモンが非常に美味しくてですね、こちらのサーモンはブロックで売ってあるのは、自分に切ったらすごく厚切りだったり薄切りだったり、自分の好みで切ることもできまして、なおかつお寿司のレベルが非常に高い、すべてのものに関してコストコはレベルが高いんですけど、お寿司に結構気を配っておりますので、量はすごく多いんですけどね、パーティーとかぜひ使っていただけたらなと思います。はい、寿司三昧ではですね、申し訳ないことに私行ったことがありませんでして、ちょっと語ることができないんですけど、でも噂によると非常に美味しいというのをよく耳にするので、一回は行ってみたいと思っております。ただなんかちょっと敷居が高いと言いますか、ちょっと値段が高いので、まだ躊躇してしまう自分がおりまして、そろそろ本当に好きならお前はちゃんとお寿司にお金をかけろという意味で、今度自分の戒めのために行っていきたいと思います。海鮮三崎港はですね、非常に美味しいですね。三崎港って神奈川県にある港なんですけど、なんかそこにもチェーン店なんですがあったりとかして、はい、でも都会にある三崎港も味を劣らず、仕入れたままの味を提供しておりますね。非常に美味しいです。私はネギトロを以前食べたんですけど、その時は非常に美味しくて、ああこれが本物のネギトロかと声に出して言ってしまいましたね。非常に美味しかったです。はい、ああ海鮮三崎港知らない方ですか、それはすごい人生を損してるかもしれないんですけど、美味しいですね本当に。ただ値段は安くはないです。あ、最近すごく美味しいなと思ったお寿司は緑寿司ですね。緑寿司は梅ヶ丘さん、あとは池袋さんにあって、非常に並んでいるということで有名なお寿司屋さんなんですけど、値段はそこまで安いわけではないんですけど、コスパの良さ、あとは店員さんの接客態度が非常に良いと思っております。はい、本当に美味しいですね緑寿司。ぜひね、死ぬまでに一回行ってほしいお寿司屋さんで、カウンター寿司よりは安く、回転寿司は若干高い、ただ質的にはお祝い事で行くにはちょうどいいのかなと思います。三崎安い、100円寿司に比べたら高いという意味ですね。はい、確かに安いです。緑寿司よりは安いんじゃないですかね。わさびは、私はわさびは醤油と少しこう混ぜ合わせまして食べるんですけど、寿司のネタの味が消えない程度に風味を感じるように食べるようにしております。はい、あ、池袋の緑寿司非常に美味しいですね。あそこは本当に以前行ったんですけど、ほっぺたが落ちました。あ、これが本物の寿司かという気持ちでございますね。はい、赤だしはどこがいいの？赤だしはですね、赤だしですね。赤だしは最近ちょっと100円の寿司屋とかではあまり見ないんですけど、私よく行ってる祖父と祖母の家の近くの寿司屋が一番美味しいです。ガリは私あまり食べません。何でしょうか、スーパーについてるお寿司を食べる時のガリは食べます。ついていると、ただ自分で取ったりとか袋から開けて出すという行為はめんどくさいのでしません。抹茶の粉っぽい感じが苦手、抹茶の粉のお茶の粉っぽい感じ非常に苦手なので、私は寿司屋に行っても絶対にお茶飲みません。メロンソーダしか飲みません。ムサジウロは飲みたい、ここにいつも、あ、そうなんだ、海鮮三崎港、私はですね、原宿の海鮮三崎港に以前味の専門家がこれは合格不合格って出すような番組で海鮮三崎港さんがやっておりまして、なんだっけ、すごく合格の数が非常に多かったんですね。だからあーって職人をうならせるほどの美味しさだと思うと美味しいんじゃないかなって思います。
うどんはそうですね、うどんは毎回は食べないんですけど、大体ラーメンかうどんは結構腹の出しになるので食べたりすることは多いです。ガラガラポン、ガラガラポンはしますね、するんですけど、私くら寿司に行くと、ランチを食べてしまう傾向がありまして、それを食べてしまうとガラポンができずということは多々あります。エビ天ですか、エビ天を食べれる時と食べない時があるんですけど、でもエビ天めちゃくちゃレベル高くて、以前一回お話ししたことがあるんですけど、スシローで平日限定かけうどんとエビ天を食べると、エビ天うどんができるよって、エビ天うどんより安いよっていうのを以前お話しさせていただいたんですけど、実際本当にそうなので、ぜひ、女子プロレスおめ、そうなんだ、またスシローでシーチレ会したら、行くわセルフレジと、私はセルフレジが好きです。はい、マダポンだけ見てるとすげえ真面目な話真面目な話何もしてないよ目利きの言ったことないよ、たらこんばんは、みんなのこと置いてっちゃってコメント欄が進まなくなったよ1時かなありがとう、みんな来てくれて大好きだよ、好きだ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 好きで好きで好きでって言いたくなっちゃう、好きで好きでしょうがないんだ、駅の改札口で偶然君を見かけ、隣でめちゃくちゃ食べてる、対抗していっぱい食べ直したい、混ぜればいい、食べる勝負じゃないです、寿司は自分の美味しいものを美味しいだけ食べたいから行くわけだって、隣の人なんか関係ないです、寿司は本当に好きなジャンルでして、寿司のこと語り出すと1時間は喋るんじゃないかなってぐらい私は寿司が好きです。なんか以前スシローがちょっと叩かれた時期がありまして、言ってた日数ネタを提供していないという出たことがありまして、ちょっと非常に残念でそれがならないですね。なんかあれからメニュー表に彩りがあまりなくなってしまって、ちょっとテンションが若干下がっております、カプテン JK って言ってた、こんにちは、でも100円の差だしかない、以前私はなんか大体周期によるんですけど、すごい胃袋が異常に爆弾に大きくなる時期もあれば、最近はちょっと小食だなって思う時期もありまして、時期によって変わるんですけど、1年前は私料理室だと思ってた人間なので、ウーベイとかでもあまり一品物とかばっかり食べてました。ご飯がついてない貝の3点盛りとか、エビの一貫だけ乗ってるやつとか食べてたんだけど、最近は質より量です、量を食べたいので100円寿司2貫乗ってるの大量に食べてます、なので太りましたあ、私はい、そうですね、イカ水の女です、月に出てくるの、あと白石は大体週に2回は寿司屋にいますね、大体訪れてます、はい、なんか久々に、本当ですか？なんか久々に見ますか？多分髪の毛が黒くなったから、ちょっと細く見えるボディな感じなのと思います。そうです、スシロー依存症です。りょうこんにちは。なんかでも、お腹にお肉がつくと、ストレッチするときに肉が邪魔で、足があんまりこう、ベタッとつかないっていうことに本日気づきまして、本当にダイエットしようって思いました。はい。言うて1回でそんなに、そうですね、だいたい1200円ぐらいが平均ですね、1200円量ぐらいで、以前初めて2000円になりました、1人で2000円いったのは初めてです無理でおねんねしていいよ、睡眠コント寝ようぜみんな、桑田も私の写真よく行く、いいです、
意外と食べますよ。1200円、1200円で言うと大体メロンソーを、あとうどんかラーメン、あとお寿司 4,5 皿、あとあお寿司3、4、4、3、茶飯、あと、まあ、メロンソーおかわりする時もあるし、あとはデザート金めっちゃ使います。困ってます。10回行ったら12,000円ああ怖い、うん、ランキングでホタルの光が楽しみに。あ、そうなの。あ、そうそう、全然それ気なかったけど、する。じゃあエビカニに渡って今日は最後にしましょう。もう強制的に終わらせないとこれ永遠に喋る。私危ない、やばいね、本当に。私才能だと思うぐらい自分めちゃくちゃ喋るんだよね。おしゃべり大好きすぎて、うん、そちらで目指したいとは思わないです、全然。なんかあの客の立場で行くものに関してなんかそこで働きたいっていうことを思ったことはなくて、自分自身、うん、みっかわいい、マジでかわいい。平日休止終わるの、あ、妥当だと思います、うん、むしろよく90円で提供してたなってぐらい感動と、うん、いうことで、あ、やばい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 、マイクこっちだ、逆。ポケモンのコップでポケモンのイヤホン、ポケモンにまみれた生活をしています。あ、今日肉の日だったよね、昨日肉の日の、あの焼肉ライクが、あの高いお肉が半額になる、松坂牛半額になる日、マジうまいんだよあれ、やばい。いきます。バチ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 、ありがとう。大きい星さん、ありがとう。ありがとうございます。小太郎、よいよ、よいよ、よっぴー、よっぴー。本当ありがとう。みやるん、お星様、ありがとうございます。ということで。
15万配信にお付き合いいただきありがとうございました。いや、お疲れ、四角膜ベリベリ、ありがとう、ベリーエレガント、ありがとうございます。ただいまの時間をもちまして、白石マナショールームのお時間を閉店とさせていただきます。皆様、本日のご来店誠にありがとうございました。いやん、お疲れ、せっかくいたかな、ありがとう。ではただいまよりランキングのお時間となります。よっぴ、光ありがとうございます。では13位から読んでいきます。13位、エボン、ありがとうございます、非常に嬉しいです。12位トラッキー、えなえちゃん舞台でね、まるまるちゃんの舞台でね、どういうこと、ちょっとラッキー、じゃあよろしくお願いします、お仕事ください。11位がエイニ、ありがとうございます。10位がリンタロ、ありがとうございます。9位がレフバン、あ、コラムカフェ私は絶対に行くつもりなんで、ぜひお会いしましょう。そして8位、金融家人、あ、ありがとうございます、だいぶ乾きました、ありがとうございます。7位がポリリ、先日舞台のリーム見たばかり、生命になった運命だね、ありがとうございます。そして6位がヨッピー、ありがとうございます。5位がミヤル、お寿司に詳しすぎてちょっと引きました、何、シーマナに引くってことがあるんですか、あれれれれ。そして4位がショウ、いつか自分の子供と一緒にシーマナのエリカに聞きたい、じゃあぜひ聞かせてください、よろしくお願いします。じゃん、3位がオギ、ありがとうございます、サク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 。してじゃん、2位がピラニー、ハマチが好きです、眠いです、ピラニーお眠りー、チキ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 、ありがとうございます。ドゥルルルルルドゥン、1位がフッシー、ありがとうございます、ツン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 、ズッシーキーダーン、ただいま出てきたのはこちらの櫛です。この櫛はあのですね、ここがヘアアイロンに当たって焦げて溶けました。わかるかな、溶けてんの、あ、わかるね、これ溶けました、はい、こうならないように気をつけてください。バチ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 、はい、本日は来てくださり皆さんありがとうございました。素敵な夢を見てください。私もゆっくり寝たいと思います。明日の配信は12時15分を予定しておりますが、私が寝坊したらお箸マナがないのでさしてください、よろしくお願いします。では皆さん来てくださってありがとうございました。明日もお会いしましょう。ミラニー花束ありがとう。では待って、本当に12時15分できるかな、ちょっと待って、今さ、ちょっと待って、あの、明日4時あるのね。普通に何も考えてないで今12時15分ってたけど、ナチュラルにその時間にも出てなきゃいけない可能性も全然あるし、待ってね。あ、どっから行こうかな。あ、待って、12時15分間に合いません。残念です、非常に。今気づいてよかったです。どうしようかな、ちょっとお待ちください。今考えております。12時。あ、無理だ。
12時半には家出なきゃいけないから、11時15分無理だから、11時45分から配信させていただきます。あの化粧配信します。11時45、アラームつけとこう。今から11時45ってことは10時に起きればいいか。10時に起きればいいから、アラーム、なんか鳴ってる。 OK です。よいしょ。はい、ということで本日は皆さんご視聴いただきありがとうございました。夜はわかんないです。ということで皆さん明日も元気にお会いしましょう。ではバイバーイ。フラニーバラ、ありがとう、ありがとう、バイバーイ、おやすみ、バイバイ。5、4、3、2、1、0。